おめでとうございます。ありがとうございます。ギリギリという感じだったんですけれども、一言率直な感想をいただきたいと思います。いかがですか。ほっとしました。今日まずレース乗る前のレース前のですね、乗った最初の雰囲気というのはどうだったですか。いつもなんかのほほんとしてるんで、すごく変わらず、いい意味で変わらず自分の自然体な感じでいたんで。で、実際ゲートが開いてからの乗った、いつもの山のファイトと比べては今日はどうでしたか。いつもそんなズバーンっていう感じではない感じがあるんで、ちょっと気合いつけながらの道中だったんですけど、第4コーナーで自分からグッて踏み取ってくれたんで良かったかなと思います。ただ後ろからもなかなか鋭い足で今日は追い込んできましたね。抜け出してから少しふわっとするところがあったんで、その辺でもう少し引きつけても良かったかなと思うんですけど、スパッと切れる足がないんで早めに動こうと思ってたんで、結果的には良かったかなと思います。さあ、ここで、重賞初制覇とこの馬自体はですね、なったわけなんですけれども、いろいろ目標も広がってくるかと思います。何か期待したいところ、こういったところいいなというところありますか。すごくレース自体はちゃんといつも走ってくれるんで、これから使うたびに絞れてもっと動けるようになれば、もう少し走れるようになってくるのかなと思います。ではですね、最後にマイクを渡したいと思いますので、メッセージを全世界の皆様にお願いしたいと思います。これからまだまだ活躍してくれると思うので、山のファイトの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。